はい、セローもね、関東一周終えまして、メンテナンスということでね、オイル交換をしていきたいと思います。で、今回はね、前回やってなかったオイルフィルターの交換も行います。ではスタートです。まずはスキッドプレート、これをね外していきます。ボルトはここ2本、これとこれですね。で、後ろに2本、これをまず外します。これはね前回やってますんでね、ささっとやります。はい、省略しましたが、抜きました、ボルトと中のカラー4本、それとスキッドプレート、これを外しました。で、これを外すとエンジンを暖気します。まずね、中のオイルを多少温めますんでね、暖気です。このままね、しばらく暖気します。はい、暖気が終わればいよいよオイルを抜いていきます。で、オイルの位置なんですが、はい、エンジン株のこれですね、12ミリのレンチで、外していきます。で、外した瞬間からオイルが出ますんでね、下には廃油ボックス、これを置いておきます。では行きます。はい、オイルもね抜け切ったら、次はオイルフィルターですね。こちら5ミリの六角レンチで外していきます。はい、これね結構汚れております。こんな感じですね、で、これの交換を行います。ちょっとだけねパーツクリーナーを使います。はい、パッキンですね。パッキンは必要です。パッキンはね、パッキンはここ、それから外した側のこのリングですね、この O リングを変えていきます。で、僕が買ったのはね、これはセットになったやつですね。 K ピットっていうメーカーのキタコですね。キタコのオイルフィルター、セロー用ですね。これの、フィルター交換セットということで、オーリングも全てついてるやつにしました。
本当はね、ここでトルクレンチでもあればいいんですけども、僕持ってないんで、もうここは勘ですね。はい、ではね、最後ドレインボルトを締めていきます。ドレインボルトもね、フィルター交換セットに入ってますんでね、こちらのワッシャ、パッキンですね、これを入れていきたいと思います。では締めたので最後にオイルを入れていきますね。これここは14ミリですね。14ミリで。硬かったでね、今日はね、通常でしたらオイル交換だけでしたら、1.2 リッターで、今日はねフィルター交換したので一応規定では 1.3 リッター入れますね。まずは、こちらですね、ヤマルーブの、スタンダード、これを1リッター入れます。はい、まずは1リッター入れます。次が300なんですけども、300が、かからないとできないんですね。なのでこちらに、0.4 と 0.2 のこの間ですね、300入れます。はい、だいたいこんなもん 0.3 ですね。これを入れていきます。はい、一応ねこれでオイルエレメントと、それからオイル交換できましたんで、こっからまたエンジンを温めていきます。これでね、とりあえず、はい、ではね暖気もしましたんでね、ここに、窓があるんですけども、この小窓でオイルが容量足りてるかどうかを確認しますね。これでだいたいね、垂直に立っております。これでねローレベルとアッパーレベルの間に油が来てればだいたい OK です。これだいたいねありますんで、これで OK です。まあ規定通り 1.3 入れましたんでね、大丈夫だと思います。はい、あとはアンダーカウルをここに取り付けて終わりということになります。アンダーカウルの取り付けはね前にやっておりますんで、よかったら前の動画見ていただいたら簡単です。以上、オイル交換とオイルエレメントの交換の仕方でした。